あー、こんにちは、マーティーン。ではの役は、キングタケです。オリックスの福田純一さんの凄さいます。一筋のプレイヤーで、セカンド、サード起用して、特にセカンド、まあ、守備が一番の場面、すごいですね。優勝日本一に貢献したかどうかわかりませんけども、確かに守備は安定してますね。打力としてはホームランこそ少ないものの、足が速く、まあ、盗塁20盗塁以上マークしたとしてもあったね。いやー、足が速くて、これはもう止めれませんね。はい。まあ、ベストナイン2度獲得したそうです。サード部門、セカンド部門で。いやー、本当に福田さん驚きましたね。はい、華麗な守備に、はい、引退後はまあオリックスのコーチ、日本ハム、そしてオリックスを監督務めたがダメでしたね。現在オリックスを編成担当およびゼネラルマネージャー GM を務めているそうでございます。いやー、本当に GM 職は大変なもんでございますけどもね。はい、まあ福田さんは確かに、まあ昭和の名選手ですね。オリックスのセカンドとしては。はい、というわけで以上でございます。バイバイ。